有馬よりやす。有馬よりやす。有馬よりやす。明治17年、1884年12月17日、昭和32年、1957年1月9日、は、日本の政治家、農政研究者、農林大臣、日本中央競馬会、第2代理事長、プロ野球球団オーナー、旧畜五国久留米藩主、有馬家の第十五代当主、伯爵。 旧畜五国久留米藩主有馬家当主で、白爵有馬来満の長男として、東京に生まれる。母は、岩倉智美五女、常子、後に広子と改名。頼り安の出生からほどなく、母は実家に帰されて離縁された、後に森有則の妻となる。父は、戸田忠友長女豊子と再婚したため、頼り安と姉の貞子は、邸宅の内着祖母、長子の住む胸で育った。 四歳の頃、日本橋区の本宅が消防し、浅草区、橋場の別邸に転居する。この邸宅が下町に近かったため、幼少時に近所の下町の子供たちと遊んだという。1890年、明治23年秋学習院初等科入学。1896年、明治29年学習院中等科、弦学習院高等科に進学し、教師の家に下宿した。 中東科在学中の1903年、明治36年2月、北、白川義久新王次女貞子と結婚。貞子は結婚に伴い家族女学校を退学した。同年に頼り安は、旧正学習院高等科に進学し、1906年、明治39年東京帝国大学農家、元農学部に入学。1910年、 明治43年に大学を卒業後、1年2ヶ月、欧州を外遊する。帰国後、農商務省に入省して農政に携わり、東京帝国大学農家講師、助教授となり、母校で教鞭を取った。夜間学校の開校、女子教育、農民の救済やブラック解放運動、震災議員などの社会活動に広く活躍し、農産漁村文化協会の初代会長や、 日本農民組合の創立にも関わった。1924年に立憲政友会から第15回衆議院議員総選挙に出馬して当選した立候補にあたって有馬家による事前事業の効果を期待して住居のある東京選挙区または旧藩地である福岡2区からの立候補を検討したが規制勢力の状況を考慮結局同じく旧藩地である。 福岡十二区より出馬した。家族制度の廃止を唱えていたが、衆議院議員の任期中に来方の突然の死によりありまけを継いで白尺に除釈した後、家族の御選による貴族院議員に挙げられ、1932年に斉藤内閣で農林政務次官1936年12月から1937年1月にかけて自宅で長井竜太郎。 林千十郎、結城と太郎、中島区平らと、この絵踏丸を主犯にする、新党結成を話し合う小木久保会談を開いており、これはより安自身によれば林内閣の準備でもあった、可能性があるという、長い、より安、中島は、林総理から入閣の誘いが来たものの、拒否してる。1937年に第一次、この絵内閣の農林大臣となった。 日中戦争が拡大する中で、この絵の側近として、体制翼散会の設立に関わり、1940年に翼散会所大事務局長に就任するが、翌年の翼散会の改装により辞任、これを機に公職を退いた。また、1936年より、当時の職業野球の東京をセネタース太陽軍の個人経営に乗り出していた。第二次世界大戦。 太平洋戦争の終戦後、GHQ より永久戦犯容疑者として、菅もプリズンに拘置されるが無罪と認められ、釈放、公職追放を経て、その後は引退生活を送った。より安は1956年に、時事通信社のインタビューで、菅もプリズンに拘置されたことに関し、何の理由で自分が戦犯になったのかわからないと言い,い、敗戦のことに関しても、消せなかった。 満州事変、太平洋戦争、敗戦もなんとなく来てしまったとコメントし、インタビュアーを驚かせている。1955年に農林省に招生されて、安田伊左門の公認として、日本中央競馬会、第二大理事長に就任、有馬特例法の交付、中央競馬運営法作用公案の着手、中山競馬場をはじめとする、競馬施設改築。 競馬国際協定加入、競馬実況中継放送の強化など、競馬の発展や大衆化に尽力した。中央競馬の G1 レースの一つである、有馬記念はよりすが創設した、中山グランプリをよりすの死後、競馬への功績を称えるため解消した。詳しくは後日、1957年1月、急性肺炎のため72歳で逝去した。 有馬まより安関係文書が国立国会図書館にある。ザウの名は諸々の心流に任すべし。対象年間には社会運動や奉仕活動に目覚め多額の資材を投じる。結果、有馬家の家計が傾いてしまい、父親が死去した1927年には相続税の支払いに困窮したという。これ以降、 社会運動への参加には一線を引くこととなり、政治活動へ没頭する。よりやすは様々な政治、社会活動のほか、スポーツに対する造形が深かったことでも有名で、1936年に結成された職業野球球団、東京セネタースのオーナーを務めた。日本野球連盟日本野球法国会等の相談役を歴任。1969年に、 野球伝道入りした。日本中央競馬会第二代理事長に就任。よりすの尽力により1955年1月に施行された日本中央競馬会の国庫納付金等の臨時特例に関する法律、通称有馬特例法は売上金の国庫への納付が免除された臨時競馬の施行を可能とする法律であり、臨時競馬の売上金を 競馬場の施設など、ハード面の整備に充てることで、中央競馬発展の基礎を築いた。また、日本中央競馬会史上、最も、ファンサービス拡充に努めた、理事長として知られる。これには、競馬は、全くの門外感だった、より安ゆえの柔軟な発想があったからとされる。具体的には、PR 機関中央競馬サービスセンターを創設し、 日本単波放送によるレースの実況放送を開始し、競馬場内に、託児所や遊園地を設置するなどのほか、1956年に、プロ野球のオールスターゲームのように、人気投票で出走馬を選ぶレースで、ファンに喜んでもらおうと、中央競馬のオールスター戦を発案、競争名を、中山グランプリとして創設した。なお、中山グランプリは、第一回を盛況に開催したが、 それからほどなく、ヨリやスが、急性肺炎にいて成居。その年の暮れに開催された第2回競争からは、これまでの様々なヨリやスの功績を称え、有馬記念と改めされ施行されている。日本卓球協会は1931年、昭和6年に、日本卓球会として設立された際には、ヨリやスが総裁となり、宇佐か友と初代会長。 大日本帝国海軍軍人と共に日本卓球の基礎づくりを担った。社会運動、事前活動に身を投じた異色の家族でありながら、女性関係が派手なことでは有名であり、本人も気にしていたようであるが、女癖の悪さは生涯治らなかった。イブカヤエの友人であった松信緑、緑は千葉県佐原の各地病院設立者の孫娘で、 同志社女学校を卒業後に、有馬家に行儀見習いに来ていた令状だったが、一度は解雇して、思いを断ち切った者の再び寄りを戻し、一時は、廃着覚悟で、アメリカに駆け落ちする覚悟であった。しかし、倉富祐三郎ら有馬伯爵家生産予者の、格索によって別れた。この事件の4年後に知り合った、博多の芸妓修士こと、福田次恵は、 頼りが衆議院議員選挙活動中に2000円、当時で引かした人物である。後に頼りの命によって上京し、ありま白邸から歩いて、数分のところに別邸を構えて住む。選挙活動中に愛人を入手したとして、一般庶民や一族からの避難も激しかったが、以前に、松信緑との中を周りに強引に引き裂かれて、苦悩した反動のせいで、ほとんど意に返さなかった。 ジメグミは、より安晩年には、実質的な本妻と化し、サダコ夫人を悩ませる存在であった。息子、よりかの小説にも、たびたび題材として取り上げられている。恋大き白尺と知られた、有馬マの日記を読むと、上記の二人を含め、その生涯で少なくとも四人の愛人がいたことが、判明しており、その他にも多数の愛人を抱えていたとされる。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。